勝負だビルス様。オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。サイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。おい、こっちだよ。うわぁ、まだまだ。そら、いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。ビルス様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうな。それで、おしゃべりはそこまでだ。君には分からんさ。おい、ベジータ、悪いがオラが行かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのもあなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか。くっちゃべってねえで早くやろうぜ。背景孫悟空様、
感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも筒に隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザ、ここでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ、孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしんない。そんなバカな！そんなバカな！終わりだフリーザ、二度と蘇るんじゃねえぞ。お前たちもね、